ヤッホー、さくらです。はい、今回は録音した音声だけでいろんな人に電話してみて、気づかれるか気づかれないかをしていこうと思います。もう音声は撮ったので、ちょっとこんなのあるよっていうのをね、紹介していこうと思います。もしもし、お疲れ様です。今時間大丈夫ですか？今度ご飯連れてってください。そうなんだ。いろいろ、じゃあ一旦みやみちゃんにかけていこうと思います。しもしも。もしもし、どうしたの？お疲れ様です。今時間大丈夫ですか？大丈夫だよ。なんかさ、今なんか変だと思ったことあった？あった。何？声が一緒。録音でお電話いたしました。今は普通です。ありがとうね、わざわざ。はい、お疲れ様。ありがとう。はい、ということで、続いてお電話をかける相手はしゅんくんです。おチャッパーさんですね。かけたら気づくかみたいなのをしてたんですよ。あ、
音でした。やば。お時間ありがとうございました。全然。また頑張ってね。ありがとうございます。あ、行きましょう。マジで。はい、すいません。YouTube 撮っておりまして、そうだ、うん、気づく気づかないはちょっと分かんなかったけど、うん、あのおかしかっただよね。ありがとう、わざわざ、うん、全然いいよ、頑張ってね。ありがとう、お疲れ様です。お疲れ様。はいはい、ということで最後にね、ママにかけていこうかなと思われます。もしもし、ということで、なんかおかしいと思ったことありますか？喋り方が変ですよね、うん、実は YouTube で撮影をしております。今の？はい、そうです。すごい、全然わからなかった。どうなんで？分かった。ありがとうね、ご協力。分かった。仕事頑張ってね。はい、ありがとう、ママ。じゃあね。はい、はい、ということで次はまたリベンジして、あのバレたら負けってことにしましょう。次はまた、次は他の事務所の方編みたいなやつを作ってやりましょう。ということで、せーの、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。バイバーイ、チョベリグ。